時報に出てくるわ、田岡が。さあ、さすがにノエルで田岡は少しきついが、でもさっき哲也郎くんいけるって言ってたんで、ちょっとそれ期待したいですね。さあ、触り合いは、あーっとコンボ判断見せたけど、さあ、玉井タウもちょっと反撃は見せてしまった。さあ、画面端6人を見せね。チャウダー落として、ここはバースト温存。さあ、アンコール、しっかり西クラッシュトリガーに対してバースト。中段からしっかり立ち入りをガードしない。さあ、コンボ見せたけど、これはちょっと試合が出なくて、あっとーっとー、持ってたのは玉井田岡が1ラウンド選手。さあ、さあ8B6B から出番、これはちょっといろいろあって、さあ、ビハイだ、バックしてから画面端を入れ替えていく、ジャンビー中段。さあ、北陸、さあアンコールに対して無敵とかをプラスすごい難しいんけど、あえてチャレンジしていった哲也郎ノエル。さあ、いろいろあってまだ終わりではないが、終わるか、当たれーと。いや、でもこれ死なない、死なない、いや死な、うん、さあ、6人置き攻め。さあ、ファイナルラウンド、バースト有利は玉井田岡が、これはもう今の、ね、ルートの崩れてもほぼできなかったんで、言っちゃいいけど、ちょっとしたダメージ。さあ、ここで画面端を押し付けることを選択。さあ、ガーギャン通して、さあ、まずね、あーと受け身狩りを見せて、さあ、掛け半通して下段、安くはあるが、この画面端どうやってしのぐの。バーストを追い切って、これはさすがに猫にじめでも死んでしまう、完璧すぎる。ガーキャン読んで、バースト読んで、しっかり最大ダメージを取っていった哲也郎さんは悔しかろう。さあ、さあ、この下月という男、確かに冷静に考えて
田岡が見てからいざ酔い余裕でした。いざ酔い。しかしそれだけの実力がこの男にはある。さあ、田岡側がいざ酔いを捕まえるのが結構面倒くさいみたいなんで、まあ、捕まってしまえば、もう捕まえてさえしまえば田岡のターンが一生終わらないような感じになるんですけど、まあ、結局 50% あったらジャスティスあるせいで攻めきれないっていう点もちょっと面倒くさい点の一つ。さあ三重チーム、ここで隠し玉ともいえるいざ呼び出してきた。開幕はちょっといきなり亀端北陸、北陸玉井ジャンルビーから、さあネコットミジャンシーの巡って、さあ今のはちょっと多分何かで割り込もうとしたんでしょう。うまい今の差し込み、多分ジャンキャンしてからなんか見えたんでしょうね。さあちょっとコンボの締めミスってしまったように見えるが、さあ猫一を怪しげに、さあめぐり、知らないとガードできない、知ってても次のタックがある、めんどくさい。さあ一本選手は北陸玉井、ロゲー6C から西 6C 猫一ジャンビーで押し付けて、ジャンビー2A2B、 ジャンビーからロケーから 2A2B、 あーっといろいろあってもうね追いつかないね。じゃあさあ生投げ、これはたまらずバーストでしょう。さあ田岡が見てからいざ余裕を出すも、これは握手だったか、遅い向こうの飛びを、さあここで隠し玉を下突きをパーフェクトで沈めていった。いやさすが玉井さん、やりますね。いや頼れる元チームメイトさあついに大将まで引きずり出されてしまったが、決勝戦ついに大将戦、時報大将、さあここまで来て切符を取らないで帰るわけにはいかない。これはカウンターしていきなり画面始め、今のは03のミスな気がするんですけど、ミスに対してうまいことを玉井さんが差し返してた。さあ猫市から怪しげに逃げして、タジミー2B、タジミー6C、2C、たまらずバスト。さあアイリスに当たって、でもあれ当たらんのかい、あーっとこれは画面端に、さあバスト、ソードアイリス、さあジャン 4D かな、あと爆捨て落として安くすんだ、しっかりこれはさすがに死んだでしょう。あと1本北陸チーム切符にリーチ、さあ
またも先に触るのはかまいたおかだったか。さあ下段通して、いやーバグして読んでいた。三十字目逃げた順位からちょっと遅かったか。でもこれは背中向き。さあちょっと今のは多分なんか猫歩きでなんか避けようとした模様。取り返すゼロリッカー、これが大将の意地。ただで負けるわけにはいかないか。三十字目からおっと落とすことはできず、ちょっといろいろあっていろいろあって立ち回り、 お互い決定弾は出せないが、これは決定弾となり得るこの画面端の攻め。ジャンルに当てて、さあパス読んだ、ロケしてコパンで切り返してマスト、そのまま出し目にして、どうすんのどうすんの。これはさすがに足りないで判断か。さあガキャン通して、さあ端のコンボ最後の攻め、ジャンジー通して、ジャンルに移動してテンペストダリア、テンペストダリア見えんか。これはたまえさんが明らかに勝っていた流れから